ドジャースは11日、日本時間、現在、好調を維持しています。今シーズン最長の7連勝を記録し、一時は貯金も13まで増え、首位を快走しています、スポーツ紙記者。ドジャースの勢いを加速させているのは、大谷翔平選手の活躍です。3日に本拠地ドジャースタジアムで行われたチャリティーイベント、ブルーダイヤモンド柄も、大人気歌手エド・シーランの登場で大盛況でした。このイベントには大谷翔平選手の妻、マミコさん、27、も参加しており、ドジャースの最強婦人会が支えました、メジャーリーグ完全データ選手名鑑2024の著者でスポーツライターの友成那智さんはこう言います。多くのメンバーが華やかなドレスを着ている中、マミコさんは肌の露出を抑えた黒のシックな装いでした。180センチの長身に上品な落ち着いた雰囲気が、現地でも絶賛されていました。イベントでは、笑顔のマミコさんがテオスカー・ヘルナンデス選手の妻、ジェニファーさんと会話している場面も映し出されました。ヘルナンデス選手は大谷翔平選手と同様に、他球団から今年ドジャースに移籍してきた同期組なので仲が良いのです。大谷翔平選手がホームランを打った時にひまわりの種をかけることでも有名です。前出スポーツ紙記者。ドジャース婦人会には公式インスタがあり、チャリティー活動などの記録が定期的に更新されています。そのメンバーも多姿勢々です。マミコさんと同様に、文武両道で話題だったクリス・テイラー選手の妻、メアリーさんは日系の女性で、カリフォルニア州の弁護士資格を持っています。また、エンリケ・ヘルナンデス選手の妻、マリアナさんは元ミス・ユニバース・プエルトリコに選ばれた女優です。外側が大の翔平ファンで知られるフレディ・フリーマン選手の妻、チェルシーさんも、米国内の島でサバイバル生活するリアリティショー番組で人気を博したタレントでした、前で、友成さん。在米ジャーナリストは言います。その他、ウィル・スミス選手の妻、カーラさんは小学校教師。マックス・マンシー選手の妻、ケリーさんはアパレル企業勤務。ジェームズ・アウトマン選手の妻、ダーシャさんは IT 経営者です。また、タイラー・グラスノーの恋人、メーガン・マーフィーさんは形成外科の医療アシスタントを務め、ジェイソン・ヘイワード選手の妻、ベドラナさんは社会活動家で、若い女性の地位向上とキャリアアップに取り組んでいます。マミコさんと同じスポーツ系では、ギャビン・ラックスの婚約者、モリー・オー・ボイルさんはアメフト NFL のアスレチックトレーナーとして活躍中。ボビー・ミラー選手の恋人、ローレダさんも格闘家として知られています。そんなそうそうたる婦人会メンバーの記念撮影でも、マミコさんはひときわ目立っていました。韓国での開幕戦時の記念写真では、マミコさんは婦人たちの最後列で顔を出す程度でした。水原一平被告の事件で迷惑をかけてしまったことを気にしていたようです。ですが、今回の記念撮影では最前列へ。やはり人気も実力も契約金も球界の一選手の奥さんですから、婦人会の皆さんが前へ出てと言っているのでしょう。マリナーズで活躍した長谷川茂俊さんから聞いたことがあります。妻によれば、私の調子が悪い時は婦人会で言葉をかけてくれる人は誰もいないけど、2年目で活躍してから、ちやほやされた、と。夫の成績で妻の立場も変わってくるそうです。前で、友成さん。婦人会での、公用語、は英語です。マミコさんの語学力について彼女の実業団時代の知人はこう語ります。英語が得意だと聞いたことはありません。努力家の彼女ですから大谷翔平選手との結婚が決まってから特訓したはずです。日常生活ではマミコさんのために大谷翔平選手のエージェントが通訳をつけているとか、トラブルを避けるためだと言います。ただ、婦人会など選手の奥さんとの交流の際は通訳をつけていません。実母の背中を見て、飾らず謙虚に。ただ、彼女には語学力を上回る特技があります。彼女はチームプレーで培った社交力とコミュニケーション力がとても高い方です。元来、明るい性格なので、選手の奥さんたちの輪にすぐ馴染んでいました。彼女は最近ジョー・ケリー選手の妻、アシュリーさんとも会話したそうです。ケリー選手といえば、大谷翔平選手に背番号17を譲った相手。
後押ししたアシュリー夫人に大谷翔平選手がポルシェを送った逸話もありました。そのケリー選手が7日に負傷者リストに入ったため彼女は心配して連絡をしたと聞いています。前で、知人。夫人会のメンバーの中では、マミコさんはジェニファー夫人とさらに仲良くなるはずだと前出の友成さんは見ています。ポット同士の仲の良さに加えて、テオスカー・ヘルナンデス選手夫妻はドミニカ出身で、公用語はスペイン語。メジャーでは英語が公用語ではない選手同士がよく話している場面があります。婦人会でも同じなのかもしれません。マミコさんが婦人会で堂々としているのは、大谷翔平選手の影響力だけではなく、アスリート時代の経験が生きていることも大きいようです。バスケットボール選手として世界大会で活躍した経験は役立っているはず。度胸がつきますから。一方で、日本人が美徳とする控えめさも見受けられます。大谷翔平選手が取材を受けるときに、邪魔にならないようにさっと後ろに下がる謙虚な姿は、米国でも称賛されていました。前で、友成さん。マミコさんは大きなダイヤの指輪が話題になった反面、ネイルはかなりナチュラルでした。彼女の別の知人はこう語ります。以前から過度なおしゃれは抑えています。幼少期から身長が高く目立っていたのが嫌だったようで、髪型もファッションも目立たないシンプルなものを好んでいました。身の丈に合った格好がポリシーで、メイクもオールインワンのアイテムが大好き。無駄遣いしないタイプなんです。彼女の信念には、実母の影響も大きいという。お母様が贅沢をしない人で、ブランド物をほとんど持たず、ネイルや髪のおしゃれにもこだわらない方だとか。カラーリングもほとんどせず、白髪染めで初めて髪を染めたらしいです。そんなお母様の背中を見てきた彼女は、心もすっぴんにして飾らず、謙虚さを忘れないことを心がけているそうです。華々しいドジャース婦人会ですが、厳しい現実も見え隠れします。婦人会写真の一番右端の女性、マリアさんの夫であるナビル・クリス・マット選手は3月末のメジャー昇格後、たった1日で戦力外通告を受けています。メジャー出場選手の40人枠をめぐる熾烈な争いを経て、1ヶ月後にマイナーから復活して戻ってきました。また、ライアン・ヤーブロー選手は昨年5月、打球が顔面を直撃し、右目周辺を負傷。ニコル夫人の献身的なサポートもあり、幸いにも2ヶ月後に復帰できましたが、一歩間違えれば選手生命が終わっていました。笑顔を見せる婦人会のメンバーですが、常に危機と背中合わせの戦いの日々なのです。マミコさんは動じることなく、実母直伝のすっぴん社交術で最強婦人会を乗り切っていく。